ダミーサークル、ダミーサークルとは、同人誌即売会用語で、実質的な活動実態がないのに、サークル参加、出展を行うサークルのこと。かつては、ダミーダミー申し込みとも呼ばれた。正規のサークルのように偽装するためを含め、簡単なコピー紙、ペーパー、便箋等を作成、陳列するサークルもあるが、 これらは偽装のためでないものも含めて1980年代前半には同一視されていい。ただし、当日新刊が間に合わないと様々な事情によりこうした反布、配布形態を取ることもあり、反布、配布形態のみではダメージとそうでないものとの判別はできない。またスペースが無人だった場合は単なる遅刻、欠席の可能性もある。持ち込み部数が例部であり、なおかつ事情を コミックマーケット準備会に申し出なかったサークルをダミーサークルと判断した合わせ、コミックマーケット45、1993年12月におけるダミーサークルの総数は約1200サークルであり、参加サークル数1万6000に対して約7.5%を占めた。ダミーサークルが当選した結果、ダミーでないサークルが割を食うという問題がある。つまり、 ダミーサークルの分当選枠が減ってしまうことになる。上に、ダミーサークルは当選するのに普通に活動している。サークルが落選してしまうという不公平感のもととなってしまうということである。ダミーサークルは主に以下のような目的で作られる。同会場に2つ以上のスペースを確保する目的で、ダミーサークルを結成するケースが存在する。このケースでは、 一つのジャンルの導入詞はそのジャンルが集中する場所で多く売れるため複数ジャンルの導入詞を発行するサークルが売り上げを伸ばすために各ジャンルでそれぞれ申し込みする行動が見られる。また複数日の日程のイベントにおいて各日にそれぞれ申し込みを行うケースも存在する。ただし複数のサークルが互いの導入詞の反布委託を行ったり 時間帯や開催日が異なる場合には作業者の相互支援を行っている場合が日常的にられ単に同じ導入誌が複数スペースで反布されているだけではダミーサークルと断定することはできない。また、抽選倍率の高い即売会でのスペース確保をより確実にする目的においても結成されることがある。コミックマーケットをはじめとする複数の即売会では 一サークル一代表者につき一スペースしか応募できないことになっており、複数スペースの申し込みはルール違反とされる。しかし、一スペースでは販売しきれない場合や混雑による混乱が予想されたり、サークル側が希望しにスペース分の費用をあらかじめ負担している場合、企画用にサークルが別途申請する場合等には主催者が一、サークルによる複数スペース確保を容認するケースもあり、 こうしたケースではダミーサークルとして扱われない。コミックマーケットでは事務処理の都合で同一サークルでの複数スペース登録はできないが、友人、サークルメンバー等の名義でもう一つのサークルを登録し、合体申し込みの手続きを取ることで同時に申し込んだ二つのサークルを隣接させ、ダミーサークルを使って申し込んだ場合と同じ実質的な一サークルで二サークルのスペースが確保。 できるようになる。サークル通行証を確保し、会場前に入場する目的で、ダミーサークルが利用されるケースもある。サークル参加者は、ハ布準備を行うために即売会の会場前に入場する必要がある。このため、即売会主催者は、サークル参加者であることを証明するサークル、通行証を交付している。通行証があれば、会場前に入場できるため、 一般参加者よりも有利に同人紙を購入するためにダミーサークルが結成される。なお、サークル通行証は1サークルにつき複数枚交付されることもあり、使用の予定がなく余剰となった通行証が転売されることもある。これはダミーサークルに限らず活動実態のある通常のサークルにおいても行うものがいる。また、前述の通り、 サークル通行証を所持すると同年士の購入に有利であるため通行証が購入できるならば買いたいというものは多い。特に同年士即売会の代名詞といえるコミックマーケットのサークル通行証は高値で取引されることもある。まただ不夜にわたるケースもあった。このサークル通行証の対価として金銭を得る目的でダミーサークルが申し込まれる場合がありサークル通行証が インターネットオークションに数多く出品され、人気商品となることで健在化している。なお、コミックマーケット準備会では、ダミーサークルによるものであるなしにかかわらず、いかなる理由、目的であれ、通行証の販売行為を一切禁止してはるが、準備会でも、せいぜい、インターネットオークションで入場証を出品している、アカウントの一部を公表したり、入札の取り消しを呼びかけたりしているが、 オークション開催業者からの協力が得られていない状態である。大量購入者、共同購入者やコスプレイヤーが荷物置き場を確保する目的でもダミーサークルが使われることがある。また、即売会でコスプレを行うコスプレイヤーは被害のために荷物が多くるが、ほとんどの即売会では荷物置き場まで提供できず、更衣室に放置された荷物が 盗難に遭うケースも多いため、ダミーサークルが利用されることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。